第百三十一回東焼物広場テレビジョン開始したいと思います。え今日はですね、二月十日は太物の,の日という内容で放送していきたいと思います。えディレクターさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、太物の,の日というね、このなんやろうと初めて聞いた方はなんやろうと思う内容だと思うんですけども。 2>, えー、2月10日っていうのがですね実はこの着物業界はですね「太ものの日」という内容でですねあの実は記念,日記念日になってるんですね今。去年も制定されたそうですね去年、えー、実際は去年制定されたんですけどもえ制定制定っていうんですか いやいや制定っていう <laughs> 何を言ってるのかと初めて聞かれる方も多いと思うんですけども、はい、実はこれ着物業界でで大昔です、ねはい、もうかなり昔の話になるんですけども、えー、そのまあ今で言うですね洋服屋さんでもね、はい、いろいろな種類が種類というかカテゴリー分けされている中でこの着物っていう中でも着物屋さんの中でも「呉服」 ね、今は呉服屋ってもう総称して呼んでますけども呉、はい、服を取り扱っているお店と太っっってていいいいううううのを集、ま、扱るるお店ががああたんんでですど違しょうか、ね、そ,うその違いがこの今日お話しする「太物の日」の「太物に」に、えー、入ってくるんですけども、えー、実は去年もねちょっと放送では説明させていただいたと思うんですけども、まあ、初めて聞かれる方もいらっしゃると思うんで。 一番初めから、えー、太もものっていうのはですね、まあ、元来絹の上等なものを服と呼んでいました、はいでえー、例えばですね、まあ、綿とか麻っていうのが昔から、えー、着物の普段着として売られていましてであのその綿や麻などを太もと 読んでいて、えー、太物商と言われているその着物屋さんはね太物商と言っていんったんですねそういう普段着着物というかい着な、はいの章ですねはいでそれを、えー、なんでじゃあ太物と呼んだかっていうとおそらくですよ、はい、私博士じゃありませんのでちょっとわからないんですけどもこういうことじゃないかとわかりやすく物をお見せしますいきますよ えー、どれと一番分かりやすいのはこの辺と比べるといいんですかねこれ今反物を2段持ってまいりまして、はい、こう皆さんから見るとまっすぐ向けるかなこうやってこれは実は絹物なんですね。はい、絹物のえ大島ぎ、はい、こちらは結構あの、えー、糸が細くて、はい、ね、えー、よりも少ないもので。 あまりこうボコボコしてない、まあ着物の中ではかなり細巻きに見えるもの、はい、あこれが大島紬です。そしてこちら、これはクルメガスリと呼ばれているいわゆる太物の,の類に入るんですけども、はい、こう比べて、一緒。これ比べてみましょうか。はい。すごいです。倍ぐらい違いますね。ね倍は違いますよね。これね太さがね。はい。で。 えー、でも長さは全く同じ長さがあるんです長、はい、長さは同じ、はい、長さはは同同じじでも一旦の太さがこれほどまで違う。と、はい、いうことは太いからもの <laughs> 太もの <laughs> 太もの <laughs>、うん、ちょっとひねりが欲しかったんですけどね <laughs> なんじゃないかと、えー、まあ結果あの<っ>面だったりそういうね。そういう。 ウールだったり、まあウールはあからの入ってきたものですけれども、はい、浅だったりとたっていうのをまあ同じ長さの状態で巻いた時に<う>太く見えるからと、はい、だから太ものであるよとそうういことなんですね。そこから始まってきて、えーね、やっぱりあの昔の一般庶民もですね今のブティックとファストファッションのお店とのい、はい、ような感覚で。はいえー ちょっと庶民はちょっと積み上げがみ上げがちゃんとしてあったんですね。あ,あそれはいいですね。うん、まあいいというかまあうん、そうですね。今のあの洋服のアパレルと一緒じゃないですか。一緒です。だから気合を入れないとゴフ屋にはいけない <laughs> というね。<laughs> はい、はい、でまああのユニクロ的に太物屋さんに行くみたいな、ね、そ,うそういうことですね。そういうことなんですね。はい。今年から入ってきてるんです。だから太物っていうのはもともと昔の言葉であったんだよと。はい。でこれをですね。 えー、じゃあ太るものの日となぜ制定をしたかというのは、はい、これはね当然というか僕じゃなくて、はいえー、なんと、えーまあ、この放送にもたまたま出ていらっしゃる、はいえー、宮崎県の染織小玉さんっていう着物屋さんが、はいはい、もう、えー、僕なんかよりうんと前から木綿の着物っていうのをこう広めようとか。 木綿の着物をあたくさん扱っていらっしゃる着物屋さんで、はい、その、まあ、彼と言っちゃいますけど最近仲良くなったんで、はい、彼が、えーまあ、大変な尽力を持ってですね、はいえー、もう木綿をね、はい、こういいよっていうのをどうやったらもっと広まるんだろうかとか、はい、これは分かりやすく、うんまあ、語呂合わせなんですけども実は。あはい、じゃあ 2>, 2月10日は太ものの日というものを作ってですね、はい、いわゆるこう普段の着物っていうのをもっと知ってもらっていわゆる着物イコール呉服っていう頭がかなりまだまだ皆さんの中にはあると。ですから自分なんかまだまだまだ僕もそうなんですけどまだまだこうそういう部分では浸透しきれてない揉め扱っててもじゃあ、えー 今までだと着物の業界側からしかこうなかなか発信できなかったものをえ皆さんも太物の日に着物を着ませんかと太物の着物をとでみんなでこう盛り上げようじゃないかという考え,考えでえなんとえ彼がえこれ今からちょっといただいたのでねあのメッセージを今日のためにえ実はですね2012年の3月5日に 呼びかけを始めたんですね、はい、ひと太ももの,の日を作ってみようと思うんですけど皆さんいかがですかとはい、はい、で私もあの当然あの呼ばれてというか一緒に、えー、やろうよと,やろうよと僕もやりたいとそういうお店もいろいろ集まってですね、はい、その辺から、えー、なんと記念日協会に登録するには、はい、お金がいるんです。はいはい、ということで彼は何を考えたかというと、はい ほら自分一人でやっちゃうなら自分がお金出せば済む話なんですけど、はい、多分ね本人がここにいるかどうか今わからないんですけど暇があったらソーシャルに入ってきていただけるようなことになってますけども、えー、おそらくじゃあそれじゃあもう広まらないと。はい、よかったら皆さんでモメンを愛すいわゆる太もものを愛する人たちがンパをし合って、はい、その登録料を出し合おうじゃないかと。 であのー、一口確か500円だったか知らないですけど確か、はい、そのぐらいで看板を募って当然全部集まらなかったらしいんですけど彼がねかぶ、はい、った部分もあったんですけどもそれでもたくさんの人からのお声かけでいよいよ2013年の1月18日に太ももの日の記念日が登録されたと。でちゃんとととしたその記念日協会いうところが こういう公共性というか公益性がある方っていうのをちゃんと見てですね、はい、はい、これは大丈夫だということで、えー、記念日登録に至ったわけですああ。そういうことができるんですね。そうなんですね。うん、僕も初めて知りましたけども。あずまや記念日っていうのを作ってみましょうか、ね。絶対ダメですね <laughs>。そのある程度皆さんが、 公益性がないと。そうですね。うん、自分家の記念日 <laughs> 自分で勝手に作る分には問題ないと思うんですよ。思いっきり商売絡んでますから、ね。そうそう、ね。いやその記念日協会のホームページ行くと面白いんですよ。すいっぱいこう出てるんです。今日は何の日って。あ、そうなんですね。そうそれちょっと U R L がありますから打ってあげてください。い記念日のない日はない、ね。ないですね。全くないですよ。えー、その皆さんもね今からディレクターさんがソーシャルに打ちますから、えー、ソーシャルストリームの方ね画面右手のソーシャルストリームっていうところに。 押してみてみくださいで、えー、その「太もの日」が記念日登録したっていう時からやはり皆さんで頑張ってですねツイッター、Twitter、をこれメインにしてまずは、はい、え広めていこうということになって、まあ、今でもあるんですけどもこれ「#」ハッシュタグってご存知ですかツイッターの。はいはじはい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 はそれなんですかはい 打つと全部検索に引っかかるんですよねまあグループ的な感じになると、えーえー、で彼はシャープ、はい、半角のシャープに「太ものの日」のの日これは漢字とひらがなが入れて「太ものの日」と書くと「太ものの日」のハッシュタグでくくれると,はい,、はい、ということで、えー、去年ねじゃあお店の人は何かしらのイベントを打とうよと。はいはい まあ当然自分のところの宣伝太もものを扱っているお店がどこにあるんだっていうのが、はい、やっぱりわからないとさすがに宮崎県の児玉さんに行けない人もいるし、はいね、愛知県に東屋っていうのを知らなかった人もいるだろうし。うんはいまあ、太物を広めるというですからね、はい、でそれで、えー、実際に着る人たちは着た写真とか2月10日に太ももを着た写真とか、まあ、例えば情報を。 はい、を出してください、はい、で去年はかなりの盛り上がりを見せて「はい、シャープ太ものの日」っていうハッシュタグがかなり流れました。はい、でそれもね、えー、実は去年のやつなんですけど「ト e ゲッター」っていうねハッシュタグとかツイートを取りまとめれるその、まあ、いわゆるクライアントみたいなソフト、はい、クライアントみたいなあれがあって。はい それを今出すと去年の,そのあれが出てきますので,でソーシャルストリームの方にディレクターさんが打ちます過去ログが出てくるってことでしょうかねはい過去ログが出てきますので、はい、その URL をしまうと去年わーっとこう出てきてます、はい、ちなみにちょっとディレクターさんもそこでう押してみてくださいそうするとですねこうやっぱりこだまかん蓮野屋さんっていうのがこだまさんなんですけど、はい、蓮野屋さんがこのように打ってありますよね 皆さんも是非ともソーシャルから開いてみてくださいねそうそうこう皆さんがそれぞれ思いを込めてこう,こういうのこういうことしましたよと来ましたよ売り出しをしますよそういうふうに打ってらっしゃるんですよ。はいはい、でこう「太ものの日が」が、まあ、去年はそれで意外な盛り上がりを見せたんですけども今年はその2回目ということで、はい、えちょっとここで火種を切らすわけにはいけない。はい で今日はその「太ものの日」っていうののをまずこの意味と、えー、実際的に、えー、まだまだ、えー、そうは言っても木綿を着たことがないとかえ木、ー、綿なんてっていう方もねいらっしゃると思うので今日僕に、まあ、どこまで魅力をが僕から伝えれるか分かりませんけどもこの太もというカテゴリーの魅力を こうちょっと喋っていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。あとですね、はい、その児玉さんの思いですね、はいえー。みんなで作った、みんなのためのという部分を。僕は大切にしていきたいと。はい、これが今のツイッターとかね、そういう。え、不祥の日の、うん。に対する。まあ、いわゆる、一番初めのね、言い出しっぺの小玉さんが。思っている言葉で、はい、まあ、今日はそれはね。 あの一番初めにに皆さんに伝えたいなと思って、はい、まあとにかくね小玉さんのご尽力とはたるものは非常にまあ大きなものがありましてまあ僕らあの着物屋さんでねもめを扱うお店にとっても非常にありがたいと思っておりますんでありがとうございますということでえそれからですねえまあ太ものさあ今からえ実際にじゃあ太いものっていうのは分かったけど、はい、それ何やねんと。 先ほど言ってたのは麺<う>とか麻朝,朝と麺、はい、と朝なら何でもいいんでしょうかね。まあそうですね。あの麺と麻の着物字ですけどね。はい。そういうもので、あとちらっと先ほど出てきたウール。はい。これはもう明治に入ってからね、はい、爆発的に出ましたけども、ウールの着物も今では、えー、太物との中に中にされてる、はい、分類されるということで、ウールの着物も入っております。はい。で えー、今日ね私が来ているのはまあ当然太物の日ということなのでね、はい、太物を着ております、はいえー、こちらは木綿ですね木綿の竜巻絞りです、ねはい、そうですね木綿に絞りを施してある、えー、三河木綿で、はいえー、作ったものですけども、えー、木綿というとね皆さんね洋服でいう本当 T シャツとか、はい、ジーパンなんかによく使われています、はい、もちろん着物でもね、えー、中華も着物でははい 木綿は昔の普段着,着物まあやっぱり綿がそうなんです一番結果的に全世界中でも綿が一番普段ね普段に優れている素材なんですよねで日本人も当然綿を選んできたんだよとはい、いわゆる洋服が入る前から当然日本人の服で綿はあったわけです、はい、これはあの前々回かなもっと前かな45回前に 知ってほしい三河綿っていう会がねアーカイブであったと思うんですけどもなんと綿はねこの西吉が。弁償の地であると。はい。渡来の地であるとで1200年ぐらい前から入っておりますけども日本に。でそこで日本人もこの素材はいいということで綿を選んできたんです。でもう太もののねさえたるところっていうことはまず綿からお話ししていかないといけないと。 えー、今の呉服まあ呉服の方から見るとですね意外とこ,うこの30年ぐらい前からは、はあ、こう軽蔑されて軽蔑視されてきたんじゃないかなと。フランギっていうカテゴリーがないように見えますけど一般の人から見るとそういうふうに見られたと思うんですね。まあ、買おうと思っても あの前の江戸時代の頃ですかその時はみ分けができてるとおっしゃってましたけねはい、はい、でも今の呉服屋さんっていうのは全部同じような門構えで高級からこうピンから霧まで全部揃えてるっていう感じですよねはい、はい、そうするとあの普段着が作りたいなっていう人はどこ行っていいのかわからなくなるというのが一般の人たちがね、うんまあ、大体がその前にですね。 あなたは結構着物のこと知ってるからそこのにたどり着くんですけど普通の人は着物屋にねそういうものがあること自体が分かる。知らない,い知らない。ふだん着着物っていったら紬を勧められたりとかですね絹のものですねはい、はい、それがベースになっていたのでやはり着物イコール高級まあいわゆる意識がねちょっと敷居が高いと。はいはい、でも昔の日本人がね 当然ですけど全員が全員そんなおべべを着れたまず絹着てるっていう、ねえー、わけがない、えー、それし農民だって着物しか着てなかったわけですからということはそれよりもかなり廉価なものもあると <laughs> で私も10年前にね、はい、まあ10年、はい、もう10年以上になりますかね着物着始めた時に、はい、やはり絹の着物でさすがの着物屋も毎日もう毎日ですからね僕は,はい、はい、生活している中では 非常に難しいなと思ったんです。はい、はい、何がでしょうか。もういわゆる絹の着物っていうのは、はい、着心地は非常にいいんです。はい。これはねもう絶対にね今から話す面にはかなわないものです。はい。着心地の良さ、滑りの良さ、はい、えー。そういう部分はもうやはり絹はいいんですけども、はい、毎日じゃハードに使う。はい。例えば着物屋さんだと畳の上にす毎日正座をして。 お客さんに対峙したりとか、はい、まあ普段だとこう荷物をこうガッと持って、はい、こう運んだ、んだりとか、ね、車に乗ったりとか、はいはい、そういうことが多々あると擦れたりとか、はい、例えば汚れたりした時に、絹の着物の多くはうちでは洗えなかったんですね。はい、ですから汚れたらすぐに染み抜き屋さんに出さなきゃいけないとか。 そうですね、あと擦れたりするとすぐに買い替えなきゃいけない、はいはい、そういうリスクというかまああったんで、はい、あこれは大変だと、はい、でも昔着物って日本人が着てきたんでしょうと立ち返ったわけですよねこれは衣服この衣服は年中なければおかしいやろとそうなんです,うです、ね、だってディレクターさんまだ洋服文化になってね、えー、実際わかります明治入ってからとはいええーはいはい 明治のちょいしばらくの間は完璧には洋服が広まってなかったわけですよ。そうですねあの今の「ごちそうさん」中テレビね、えー、まだ半分ぐらい着物。ってことはまだね100年弱だと思うんです100年ぐらいだと思うんですよね、はい、この洋服が広まりだしてから。はい、えーでも日本ってね <laughs> もっとですから1,200年のうちのまだ100年足らずなんだよとほら何でほ本じゃないわけないでしょと、はい、機能性のある着物がと。はい、って言った時に自分が気づいたのがあ木綿の着物浴衣は木綿だよねと、はい、そうですね浴衣うちで洗えるよねと。でも浴衣って寒い冬は寒いと。 薄いですからね生地が薄いから寒いということで「ああじゃあ」と言って、えー、身近に目を向けてみたら、えー、当然あったわけですよね、はいまあ、もちろん僕は着物屋だから存在はしてたんですけど、はい、もうぶっちゃけ言いますよ、はい、着物屋さんにとっては、はい、多分その何十年前の時代は、はい、こんなん売っててもね金になんねえと。話になら <laughs> で着物は一枚は一枚だと。 お売りするはそんなに着ないものだからはい、はい、だって着物やったらって着てないわけだからはい、はいね、これを売ってたら1枚でもしかしたらお客さんもうよしとだったらねどうせディレクターさんに1枚売るんだったらまあ二度と着ないかもしれないけど30万売っとけば <laughs> 単価がね上がるだろう, <laughs> だろう最低な世界ですね本当にね。 <laughs> だけどもあのまあそれだけじゃないと思うんですけどねあのままあ、でも確かに、うん、<の>時代も時代の背景ではね華やかだったし,やっ,たしやっぱり着物を着る場所っていうのは華やかな場所だったからっていうのがあったんですけど、うんうん、やっぱりもう,もうその素の着物が好きになってきた人にとっては。そうですね毎日着着いとかもう着る、うん

チラ,チラ本当に問屋さんにちらちらっともう本当に一年で何本ですよぐらいの感じのお店が多くてですねえーこんな種類少ないのかとかこんだけしかないのーでっって探すとそれほどなないかまあこれじゃあでもね自分が着る分にはまあこれでいいやって感じになるんですけど例えばねそうですね。 だけども面白くない、ね、面白くね、いだ段着だから、はい、ファッションだから。はい、ってことでいろいろ探し出したらまあ今日、ご紹介しますけどもむちゃくちゃゃくああったあるんですまだまだだあ意外にもだいぶ減ったんですけども、はい、まだまだいっぱい種類があって、はい、え当然、折っている人もいっぱいいて、はい、まだまだ木綿の着物っていうのは、えー、ニーズがあるんだと。はいはい まあそう,で,しょう、ね、でもあのうらら丸さんですね、はいえー。木綿の着物ありますか?」と聞いたら、はいえー「浴衣は時期的にまだありません」と言われました。<laughs> <laughs> 泣きそうですねそうですね。<laughs> まあこれは僕も昔の僕も自分を懺悔しますけどもあのもう木綿と言ったらイコール浴衣みたいな、はい、そうですね木綿のものっていうと浴衣ぐらいしか思い浮かばなかったですかねでも意外に探してみたら、うんはい、まあ まあ、零細ではあるかけれど、はい、まあ、細々とやっているところはまだまだある。とというこそうなんです。そういうことだったんです、ねはい。で、自分が何をしだしたかというとですね。はい、もうないなら、自分で取りに行か、行くしかないと。はいはい。やっぱりインターネットを調べれば出てくるわけですよ。はい、はいはい。例えば、伊勢木綿もある。はい。三河木綿もある。はい。や日本産地にほとんどの綿の着物があったわけです。えー、これはなぜか。 はい当たり前ですよね。普段着ですからね。<laughs> はい、各町に、まあの漁漁港があるのと必ずあるじゃないですか。一緒です。こ <laughs> れと同じですよね。一緒なんです。えー、だってその地域で地産地消をしていたはずですから。ね、食べ物もはい。ええ切る切も,も,ものも一緒なんです。ううでね、だから今でもいろんな産地の木綿は残ってます。それ,それぞれあるよと。はい、ただしもうそうは言ってもその空白の三十年というかこの みんな着物屋さんがほとんど呉服を扱って太ももを扱わなかった念があったおかげで、はい、どうでしょう10分の1以下20分の1以下とも言われてますけど縮小されていてでも、あのー、形は変わったりしないんですか反物だけで折ってた綿織り場がうですね違うね、はい、商品にして。はい 物商材として売ってたとか、おっしゃる通り、実は、この太物の,の。もちろん、その方たちも、生きていかなきゃいけないので。そうですよね。着物としては、もう着られなくなっちゃったね、残念ながら。らそればっかり言ってても、しょうがない。はい。じゃあ、この自分の技術は、確かなわけです。はい,はい。要は、着るものとしての、まあ、配合ですよね。はい,はい。布の強さとか、折、はい、り方とか、っていうのは。はい、日本独自の、この伝統があって。はい、素晴らしい織物は。 当然追われていたわけです。はい、これを例えば洋服資材に今度変えてはい、はい、見ようかとか、はい、あとサムエだとか割烹着だとかそういう,う、まあ、クッションの生地とかはい、はい、そういうものに変えていって綿、はい、織物をそのまま続けてらっしゃるところも多分。まあこが残っていったということになるでしょうね。はいはい まあ、それでもなんかこう中国からとかの流れで織物自体は相当今厳しい状態なな、ね、になってきてるんですけどもちなみにあの木綿の資材としましては、はいはい、国産品というものはあるんでしょうかねえっと国産どこまでを国産というのはもうどあなたたちの業界も一緒だと思うんですけどもそうですね、うん、やはり、えー、一番根本的に言えば。はい こんな話横それてってしまってますけどそうですね日本はを育ててまじゃあもうほぼ資材は輸入を日本でやってるそうですねもう綿花は取れないので今私植えてますけどもそれもまたねまだねずれてしまうて1時間しゃべってしまうのでということでまあその太もののでじゃあその綿の素晴らしさ良さ を伝えたいと思うんです。はい、で、今まで五福の人たちから見てもうメンなんてっていうやっぱりまあ年配の方が多いんですけども、はいはい、まあ60代70代の方にとっては、はい、まだまだ未だにヘモメなんて着物着るのとそういうイメージなんでしょうかね。旅館のなんかああいう浴衣ぐらいしか想像つかないと。はい,はい、いやいやいやあるんですよと最近僕も戦ってますけども、えー、シワになるんじゃないかとか、はい、それ着てると恥ずかしいんじゃないか。 じゃあ奥さんジーパン T シャツ着てますよね、えー。面ですね。それ恥ずかしくないですか、えー？って言いたいんですけども、えー、まあ,あまり強く言うとね、えー、あのカチンと切りこられちゃいますね,、えーえーまあ、ね。まあ、いらん喧嘩を買うことになりますので,で。やっぱりいい方を伝えようと <laughs>、えー。はい。何がいいのかを伝えよう。はい。ってことで自分が着た経験を持って、まあ小玉さんもそうだと思うんです。結果的に今ご夫屋さんで面を扱っていらっしゃるところのほとんどは、はい。自らが着て、はい <laughs> 自らがその経験をもとにお客様に勧めているお店だと思うんですよはいその良さをお客さんに分かってもらいたい、はいいわゆるジーパン、T、シャツ感覚の着物なんですよとだから着物といっても例えばディレクターさんいい着物を着た時は、はい、すぐその辺のベンチにバッと座れますかね、はい、ちょっと躊躇しますよ、ね、ここ汚れてないかなとか。はいはい ありますけど、ジーパンテ T シャツ着てたときにそういうこと気にしますか？それは気にしないですね。あと例えばお友達とラーメンを食べに行ったと、はいはいはい。おうどんを食べに行った、はいはい。そうそうこうチュルチュルってやったときにつゆがピュッと飛ぶかもしれない。飛びますね。で着物の今までの皆さんはほとんどそういうところは嫌がってたと思うんですね。はい。わここ汚いとか、はいはい。わうどんとおうどんとかはちょっと勘弁してくださいとか。はいはい。 これじゃあね着物は僕広まらないと思ったわけですよそうですね。自分が毎日着物を着だして着物屋で会ったとしてもこれであなたたちと一緒に遊び行ってましたからね。着るものによってそういう着兼ねをされるとか自分がするとかそういうものはあっちゃいけないですよね普段着だんこれがあったらね広まるわけがないと思うんですよ。いわゆるデメリットが多くて「友達は減るわ」。 あいつはお高く止まってやがってとか <laughs> 気使って何もできねえわ気使ってるからあいつを誘うときはやめようって言われちゃいますから、えー、で僕はまあもう着物を着るんだってなって着物が好きになったので、はい、まあこのテレビジョンでも何回言いましたけど何回も言いましたけども、はい、あなたと打ちっぱなしも行きましたねまあそうですねまあ焼肉だったり当たり前に行きますしね、はい、ラーメンだろうが当たり前にき、ね、もう焼肉だろうがラーメンだろうがね、えー、ゴルフの打ちっぱなしだろうが、えーえー、あこれはちょっとあれですけど、えー。えー まあ,まあ、まあいけるわけです。でも、やっぱ、そういう行動の妨げになるような服っていうのは。はい、まあ、確かに、あの、絹のね。はい、着心地は三代目がいいと、はい、まあ、確かに着ると凛とすると。はい、まあ、そういう、あの、着た時の高揚感っていうのは、確かにわかるんですけども。はい、そうなんですその木綿っていうのに対して、はまた別の着心地がやっぱありますよね。その通りです。まあ、ディレクターさんも木綿を着たことありますからね。はい、実際、今、今日着てるのも、そうなんですけども。はい 皆さんがデメリットと感じている部分の大きい部分を論破できるようになりました僕はね、はい、例えばシワが気になる、はい、いやいやいや木綿はシワになるんですもともと材質上、はいはい、T シャツもなりますね T シャツもなりますただしそれは多くは新品の状態で1回目着るものって言ったらジーパンだって厚くてごわごわして 初めのうちは着にくい着心地悪いですよねどっちかというとそうですね硬いですよねでも慣れてくれば柔らかくなってくるってみんな知ってるからジー、はい、パン硬いジーパンを買っても押しこのぐらい硬ければ丈夫であろうと思うわけですよね思うわけ、えー、でも着物でそれを当てはめるとなぜかみんながねはい、はい、ああしわなっちゃったどうしようあ<ー>あ<ー>どうしようアイロンかけなきゃ <laughs> よいよいよいよ洋服でかけるジ、えー、えー、<laughs> パンアイロンかける、ね、かけません、ね、けないで僕が毎日着ていてお客さんに言うのは45回洗ってやっとなじんでくるんですとんでこれは、えー、木綿の着物の良さですよと、はい、で着れば着るほど柔らかくなる、はい、で最終的にはもうなんていうんですかジーパンの最後の方って わかりますよねはい、はい、すごく自分の体に馴染んでくる、はい、もう捨てる前の段階ね,ねえもうあと1回 2, 2シーズンいくかなぐらいそうですねその時がでも一番自分の中で気持ちがいいし着物に対する愛着も湧いてきますよね、はい、これははの着物は持ってますはい、はい、でも木綿に対してもしジーパン T シャツというのなら、はいうん、私ね T シャツというのは20着以上ありますそうでしょ、はい だから私が持っている着物も木綿の着物はまあ常時十着ありますね。そういうことですよね。で、えっともう捨てていっちゃうので、えー、もうどんどん切り替えていく。えー、だから一着買って一着捨てるみたいな感じの感じになってますはいはい、はい。そういう感覚でしょうね。はい。えっとこのこの辺までで皆さんのたくさん意見が出てらっしゃるからね。えー、ひうしじゃの方から拾っ,てあったとですね。ええー、香りこグラスさんですね。うん 木綿着ている時は家で洗えるから汚れを気にせず構造できて気が楽ですそうなんですねここが一番やっぱ木綿にとって大きいとこかなと思そうですね太物の中での木綿ですけども大きいですよね哲太郎さんですね木綿なら焼オ肉 OK です OK です OK だと思いますガンガン食っていってくださいねそれからユアンさんですかね某無料大手着付教室なかなか不某ね某でいいです えー、通っていた時は、えー、お出かけは証券うつむぎはジーパンウールはパジャマと教えられましたウール<や>パジャマで着るすでにすでですねあなたネグリジェねぐりみたいなねかもしれない木綿<ー>、えー、の文字も出てこなかったので当時は木綿のことは何も知りませんでしたとやっぱり業界自体が木綿っていうものを無視してたと。 そうですねあとは多分これ僕も自分が着てから気づいたんで業界人自体が着付けの先生も含めて着物は特別な時しか着たことがない。先ほどもねどなたか言っておりましたけども着物イコール証券のイメージ着物ぬ着ぬと。 絹じゃなきゃ着物じゃない,いな特な。特別な場所に着ていくと。いうようなう、ね、イメージがついちゃってた。た強かった,、ね、もあったかもしれないですね。はい。で、何度もね、僕言うんですけど。その証券の着物、まあ、いわゆる絹の着物は。はい、確かに素晴らしいんです。はい、これはディレクターさんもわかってると思います。はい、もう、何をものも得ない。はい、日本人だからこそ楽しめる。この素晴らしい、例えば、大島でもね、こういうね。はい、もう光沢感といい、柔らかさといい。 洋服では絶対にない良さがあります。いやらしさがね。はい、ありますよ、ね。で、これはこれで素晴らしいんです。はい、だから、その人たちが言ってることも本当なんです。着物、はい、は素敵だよと。はい、ただし、やはり一番こう。下に降りてきた場合。普段、はい、の下に降りてきた場合は。これはやっぱりね。ちょっとね。そういう時にはちょっと向かないよと。そうですね。はい。晴れの日にはいいかもしれませんが。はい。 まあの毛の日ね、うんうん、普段の時は一応他のものもあるんだよ、えー、と、それが選択肢になかったわけ。なかったわけですね。はい、えー。そうですね。吉川木原さんですね、えー。着物イコール晴れの日イメージですもんねということで、そういうイメージがあるよということを皆さんおっしゃってますね。はい。ただあのゆかりフラワーさんが十ヶ月ぐらい前から着物を着き出しました。はい。えー、浴衣はつらいから。はい。 合わせのリサイクルから、はい、木綿の厚礼という風に階段を上りましたと。そうですね。ちょっと順番が違いますけども <laughs> <laughs> まあでもいや,いやでも結果あの浴衣の木綿に行き着いたと,う、ね、ということは、はい、まあ普段着ようかなっていう風うに思っている人はやっぱり木綿のに こうまあ僕ら今の僕から言わせてもらう,いうことですでよねだから、うん、どこで始められるかはみんなそれぞれベストして、えー、でもこう一度木綿をあつらえて、はい、え魅力を知ると、はい、やはり、えー、今の切るのものとはまた別個な自分の中での頭に切り替えて、はい、物選びができると思いますので、はい、もう是非ともそれから今奥ちゃんさんのね洗い方っていうですね これも言いい、ねえー、木綿の着物の洗い方らしてわからないという方もいますからそちらの、えー、啓発もすべきでしょうね、はい、これはぜひともね「あずまテレビジョン」でここでやりましたね洗い方、ね、洗い方というのを、ねねはい、見ていただけるといいと思うんですけれどもちょっとあのー、なんていうんですか脱水かけすぎないそうです、ね、状態でおも、はいえー、しで伸ばしながら乾かすとそうですねおもしでっていうかはいあのー そんんななにででも難しくないですよ皆さん、はいね、着物の洗いと洋服く洗いの違うところって言ったら、はい、洋服はそのまま洗濯機にボンとできるけどもはい、はい、ちょっと大きすぎますね長いから脱水の時にこうくちゃくちゃになっちゃうのを防ぐようにネットに入れてね畳んで、はいはい、で洗えば全く問題ありませんのでその辺はもう絶対に大丈夫です洗濯機で洗えますから、はい、ただ一番やっちゃいけないことが一つだけあって何でしょう あの今こういうこういう形のあのドラム式のドラム式の洗濯機は乾燥機付きのものが出てますよね、はい、ありますね。縦型もあるんですよ。縦型でもそうだけど温、はい、風が出て、はいはい、タンブラー式いわゆる乾燥ができるものは、はいはい、ダメ絶対にダメこれは洋服でも実はダメなんですよ。まあ細かく言うと折り物とかにとって一番いかんのは。はい 濡れたものを回しながら、はいはい、風で乾かして、はい、強引に乾かすこと、はい、そうそう繊維が傷みますからであと、えー、折,り折,り折りっぱなしのものは縮みます相当縮みます強引に縮みです、ねはい、だから絶対乾燥機はかけちゃいけません、はい、脱水までとはい実はこれねつい最近、はい、カナダのお客さんからはい身長190ぐらいの方が買っていただいたんですけども、はい 向こうはねそういうンブラー式の乾燥付きの洗い物。あ乾燥までが洗濯というのが当たり前。当たり前らしくて僕ら分かんないからそこまで書かなかった洗濯機で洗いますよとこうしたらねどうやら縮んじゃったんだけどとでもうちは東屋としては水通しをしてから押し立てをしてますのでそんなに縮むことはないですとこれは僕の責任においてこんなは絶対ありえないと1 5ンチも縮んだみたいなことだか えって言ったらもしかしたら乾燥機かけられましたかとはいかげたとああそれなんだともうそれでした乾燥かけるとまたさらに縮んじゃったりするそうなんですね,ですね強引に早く乾燥させてはダメですねはいねさあそういうことです、ね、でまあ今木綿の着物のいいところをお伝えしました、はい、で、えー、次は、はいえー、太物の,のね、えー、中でのウール ウール行きましょうか。これウールの着物実は私は今日の朝はずっとウール着てましたね。はいはいえー、ウールの着物これここにこういうのがあるんですけど、ウールもねいろいろあってね、こう柄物もあるし、はい、プリントものもあったりとか、はい、かすりのものもあったりとか、はい、あのいろんなものが出ています。はい、でウールと聞くと皆さんねスーツ洋服で言うとスーツ。そうですね。はい。でもウールっていうと、はい、あのー。 スーツだったり、ちょっといい感じの材料かなというふうに思う思うでしょ。とんでもないですね。でもないんですかね。着物業界からすると、さっきの話だけどウールなんてなんてがついちゃうんですね。絹がもう世界一なので、やはりウールは洋服ではちょっといいものかなと思うけども、着物ではもう普段着としての中に入っちゃう。入っちゃいますね。太物の中に入ってますから。でウールの場合は。 えー、その代わりさっきの木綿と違ってあの、まあ、デメリットとしては、はいえー、お家で洗えないものもある折、はい、り方によってとかそういうのはありますので、まあ、いわゆるトライクリーニングが無難なんですけども僕の場合ウールでもね平折りの,の <laughs> りの場合というのはそうですねこう普通にもうまっすぐ折られているもの。 で、よりがあんまりかかってない糸を使っている場合は、僕の場合は洗っちゃいます。よりがかかってたり変わり織りだったり、そうそうちりめんだとか変わり織りになっている場合は縮みやすいので、まあ、まあ、ご家庭では洗えないか。<く>これは自己責任でお願いしたいと思いますでもウールの着物は冬に着るじゃないですか。はい、でも怖がっちゃいけないんですよこれは。はい、洗えないからダメってみんな思うからね。 これはねテレビジョンでも何回も言ってるように着物は洗う文化ではなかったんですそんなに、はい、もうもともと日本人はこれを選んだ時に、はい、そんなにあのじゃあ汚いじゃないか汚くないんです、はい、えその代わりこの長襦袢だとか肌着だとかがちゃんと守るようにできていて、はい、襟とかも掛け襟がついていたりとか着物はちゃんとしたそういう機能を持っているので。 えー、洋服のように一回着たら絶対に洗うっていうもともとそういう文化じゃなかったし自分が僕が毎日着ていても冬はそんなななに汗かかかいいじゃないですか、はい、あの表地まで響くほど汗かかないしはい、はい、えまあ着慣れてくると汚さないんですよやっぱり。はい、立ち振る舞いも洋服より良くなってきますので、はい、そうするとねどうでしょう僕が木綿の着物冬に着た場合は。 78回着ても洗わないですかね回来ても洗わ,ない洗わないですか、ね、もう上着的な感覚ですねそう,そう,うまさしく上着的かなえもうもしかすると10枚着てるからあるからンシーズン着たら1回洗うかなあもう完全に上着だったり、はい、まあちょっと上着のね <laughs> <な>スーツと一ですね,ねちょっと中に着る感じのね、うん あのイレギュラーに汚れた場合は即洗いますけど、うん、セータータ的っていうんですかね、はい、さっき言った、ね、焼き肉屋行っちゃって着、えー、いちゃった時はすぐ洗いますよそういう時は洗いますけどもう普通のこう一般的に歩いてるだけだったとか、はいはい、遊び行っただけだったらそれでね十分なので、はい、ウールなんかは冬に着るものだから、はい、そんなに汚れないのでよっぽどイレギュラーの時以外は大丈夫です。 中の肌着だったりそういうものをちゃんと洗ってあげれば問題ないかなということですかね。それからですね、きよこ中島さんですが、私はウールの良さってまだわからないのですと、この辺は個人の好みもあるのでね僕がどうのこういうに言うところではないかもしれません。 もう冬はウールが一番だと。あ、いはいはいや。ったかいと、うん。あの、木綿の着物よりウールが優れてる、優れてる点は。はい。暖かさは優れてますね。同じ厚みというか。か同じ厚みだったら、ウールの方があったかいです、ね。あったかいと。なぜか。はい。当たり前じゃないですか。元は。羊さんですから。羊さんですからね。羊さんは。あれで守られてるわけですから。えー、そうですね。だからあったかいんです。はい。ただ、中島さんの言う通り。 あのウールのものによってだと思いますにによって、うん、ものによっってては、はい、ちょっと毛がこう出てるものチク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 とあちょっと雑な織りというか、はい、厚い織りというか昔のウールっていうものはそういうのが多かったんですけども <laughs> まあ日本も寒かったと思いますしね、はい、そういうものは確かにちょっとはだけにくいっていうかう、はい。なんていうちょっと絹と比べればちょっとごわついてるっていうか、はい、滑りが悪い。 その辺はありますけどもまあちょっとあのー、肌がね敏感な方はそういうチクチクするのが嫌だけど、ねね、だからまあその辺はまあ個人差があるにしろただ僕は偏見な思いを持たずに、はいえー、ウールでもね今日僕が着ていた、えー、ウールおめしみたいなねウールおめし、はい、かなり上質なウールそうですね今日先ほどまで着ていた着物なんですけど、はい、もう光沢感あるでしょ 光ってるでしょう結構。はい,は,いはい。ですごくこうやっても皺ならないし柔らかい感じがしますでしょう。<laughs> ウール100%です。触ってみてください。ウールとアクリルがちょっと入ってるんですけど、<ー>でもすごくつるつるして、ね、つるつるしてそんな変なウールだと思わないでしょ。はい、こう物によってはウールでも全く感じさせません、はい、そういうものが。だ僕はウールの着物は冬一重で何よりも作れますからね。そうですね。ね 木綿もウールもね、基本は一重ですよ。一重っていうのは裏をつけずに仕立てできるので。はい、押し立て代も当然安いわけですね。はい、それもあの太物のメリットですね。でウールの場合は、そういう,う同じ厚さだったら、暖かい。はい、それから物によっては。えー、まあ。なじゃ、よく見えるというか。<laughs> 木綿よりもちょっとも。もうちょっと。よく見えるち。ちょっとね。ねちょっとよく見える。ね、よく見えるのかな。よく見えるっていうところが。ありますね。 はいあります。あとウールといえばよく虫食いだったり。ああやっぱり虫食いの話が出ましたね。これはデメリットの一つですね。やっぱり心配はありますか。あります。もう思いっきり食われてますね。僕の長襦袢とかこの間お見せしましたみたいなアイテりますね。食われます。あの前に絹は食われないよとということをおっしゃって。あ基本的にですちゃんとちゃんとねちゃんとしてやれば。まあその中でも。

まあそれも全部洋服と比べてしまうとね同じです。そうですね。結局はあの皆さんやっぱ絹とかとやっぱまだまだ比べてらっしゃると思うんですよね。はい、でもこれを知ると逆に言うとね、はい、絹がどれほど万能なのかっていうのは分かってくださると思うんですよ。はいはい、それは僕は知ってもらいたいと思うんです、ねはい、洋服だって一緒じゃないですか。はい。はい。そうですね。はい、じゃあこれはまずはオッケーですね。はい、ウールの着物も非常に太物の中では、はい、え愛用者が多い。 え特にどうですかね年配の方は多いですねうちのお客さんでもねやっぱ暖かいか、ね、ウールの、はい、ウールを見せてくれとかはい、はい、でただし木綿よりもこの先ウールの方が着物地としては減ってくると思います、はい、圧倒的にちょっと今生産量がウールは少ないですねあそうなんですかはいななんでなんで やはりあの皆さんが木綿、まあ、はやっとこさというかこの児玉さんとかのおかげとかね、はい、僕らみたいにみんながこうちょっとずつ扱ってたおかげでこれ以上減ることはないかもしれないぐらいのところまでいってると思うんですけど、はい、ウールはですねまだまだ今の,この中島さんとか、えー、下村さんとか、はい、あのおっしゃるようにちょっとまだ市民権を得てないのかなと。だから 大服屋さんも買わないといとうか売れないであろうと思われてるれい勝手に思われてて、うん、着にくいであろうと勝手に思われてたりとかそういう部分でもしかすると減ってきちゃうかもしれないそうなんですね、はい、だからここらで皆さんも一回会う会わないはその人のやっぱりあるのでさっきの中島さんじゃないけどはい、はい、それはしょうがないのでどうでしょうかね前にですね、うん、あの私お買い,買い物で うちのおかんから、はい、セーターを買ってきてくれたと、はい、言われたんですね。それがカシミヤのセーターだったんですけども。声が小さくて聞こえますかね、皆さんディレクターさんの声が。大丈夫ですかね。はい。その時にですね、はいえー、ウールのものが意外になかった。うんうん、ああ、今ではもう合成のものが多いんです、ね。多いですね。多かったですね。そういうその流行り去りっていうんですかね。はい。っていうのは。 洋服と同じようなこう流れもあるんじゃないかないや、ね、着物にはないでしょうねないですかそういうの着物業界にはそこまでの早いつさではないでしょうないですかただみんなが知らないだけとか <laughs> そっちの方かそっちの方でしょうね <laughs>、うん、あのあ木田織さんがちゃんと言ってくれてますよね、はいえー、木田織さんですね「細そぼそながら西陣ウールは頑張って生産されてますよ」と皆さんぜひ来てください皆さんぜひ来てくださいあの西陣ウールはね非常にものがいいですよ そうですかはいもう紬と見間違うぐらいのお値段もそこそこするんですけども生地もしっかりしてるしあとシルクールっていうのも出てます実はディレクターさんシルクールそうですね1本着てますよねあれ全く問題ないでしょ問題ないですあんまり洗わないでしょワンシーズンでしょ着てますでしょだから全然皆さんね大丈夫なんですよ 今シルクールっていう声が出ちゃったので後から紹介しますけどもそういうハイブリッドなものも当然出てきております。はい、よほどいいいとこ取りみたで今もう一回、えー、もう太ももに戻し,戻しまして、はい、朝ですね<朝>これも広めたい,いで、ね、夏ですねその朝のあの触り心地いいっていうんですか、うん、これはとても朝にしか出せない ですね、このサラサラ感というかもうね日本人のこのねやっぱりねこう夏朝朝、はいはい、朝だねねいいいいでですす、ね、これもね朝もねこうこの太ももの,の中では今非常に人気が出てきてますけどねはい、はい、もう朝は皆さん太ものの中でもね、はい、夏ということではい、はい、もう今温暖化じゃないですか。はい でまだいまだにですね,ね朝は四月8月だけよとか、はいあまあ、僕からするとほざいとけと思うんですけども、ええ、<laughs> そうやっておっしゃられる先輩方もいらっしゃいますけどももうね5月末から愛知県はね30度なんですよ、はい、10月の末でも30度近いんです。はい、もうということは5678910下手すると5か月半ぐらい。 切れちゃいます、ね、5ヶ月半朝切れるんすよ。と、はいうことは冬物と変わらないぐらい切れるんですよ。はいえー、半年半ぐらいはね、うん、それでいけちゃうとだから朝朝朝はねこれはおじやの朝なんですけど、はい、おじやちじみっちぢのはすごく有名なんですけど、はい、これもお家で洗えるあそうなんですねもうバンバン洗います朝洗えないっていう人がいっぱいいますけどはい。 いって感じはい <laughs>、はい、えって払ったことあるの、うん、って逆に聞いてみたいんですけど <laughs>、はい、朝はね素晴らしくは早く乾きますよ、はい、涼しいです涼しい、ね、からメンテナンスがフリーやっぱりきかなりき,き,なきてくるとメンテナンスが楽になってきます、はい、特に縮みはもともと縮んだような生地ですから <laughs>、はい、<laughs> すいませんえ本当にメンテナンスも楽です で何よりも皆さん夏着物が暑いと思っていらっしゃる方多いと思いますはい、はいはい、これはやはり天然素材の良さをまだまだ僕僕からすると知らない人だなと思いますはい、はい、だって僕は洋服をずっと着てきたわけですよやっぱり25歳ぐらいまで、はい、でももう今は十何年着物生活じゃないですか、はい、夏の着物のこの本物の良さといったら 洋服を超えてますよ、はい、逆に半袖で手出しっぱで直射日光当たった方が暑いですよ100%それよりも着ぬ,着ぬものとかこういう浅物のシャといってこう透けるやつですね、はい、風が通るものを着たら、はい、まあ涼しいこれは分かっていただきたいですね、はい、これは実はねディレクターさん本当に暑い国の人たちって まあちゃんと被ってますよね長袖なんですよ<ー>でしかもかなり分厚い生地で白い白いものですけどね向こうは当然、はい、白い服ですけどもサウジアラビアの,の人って白い面のものを長袖着てますよね、はい、あれは暑いからなんですよ、まあ、直射日光当たったらまずいでしょそうだからちょっと日本人もそれ間違えてるところがあって、はい、半袖とかでね外に出てこれ以上あ夏は暑いもんだって思っちゃうとと 意外とこういう着物着ると、着物涼しいね涼しいじゃんとなりますねなりますこれは皆さん朝の着物に朝の長襦袢とか着てみて、<laughs> はい、朝の肌着も今出てますからねこの三種類を揃えたらこれはもう年長いけちゃいますねお <laughs> らいい気持ちいいだから中はどうでもいいからねはい、はい、あとはどうですか,何か,ありますかはい。えー、っとそれからですね先ほどからですね、えー、某ファブ っ、はい、っててていいううね、はい、やつをかかけても大丈夫お話がこう僕は木綿にはかけまくってますよたまにそうですね何かあの何かに、えー、かけたらはじいてしまったっていうは、ね、じいた、えー、もうそれは撥水加工がしてあるかなとかあか,らかもしれませんかもしれませんけど、ね、意外と僕あのホテルとかでさ、はい、最近置いてあるじゃないですか。 置いてありますねね、旅行行くじゃないですか我々旅行先でこうかけて木綿ぐらいだったらやってみっかっていってシャ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 って僕はやっちゃってますけどね面だったら全然ありじゃなね洋服と一緒じゃないですかやりたくない人はやらないと思うし気を使う人は気を使うな人はやってらっしゃると僕は思うんですけどもそうですねうららるさんですね「木綿ウールの着物イコール洋服感覚で遠目からファブちゃんかけてますよ」と「大丈夫ですよ」と。 うん大丈夫だと思いますよまたく、はい、朝が嫌られるシーズンが長いいいこと聞いたとはいありがとうございます、はい、あのー、もう実際はこの辺の太ものと言われている人物はこれは僕の考え方ですけれども、はい、あのー、皆さん洋服の普段着で誰かに聞いて選びますかってことです、はい、衣服をはい、はい、ね洋服だって TPO あるって言ってたじゃないですか、はい、それはある一定の レベルより上のところに出てくる時だけでしょはい自分の中で、はい、だけどもじゃあ普段着の服を例えばディレクターが「ちょっと東谷三代目」と「<う>明日は何着てくかね」と <laughs> 聞かないでしょうね聞,聞いてきたら多分僕はね、えーえー、どうしちゃったのかなと、えーえー、<laughs> こっちを疑いますね、えー、聞かないでしょうねどうしちゃったのかな、えー、とだから着物も一緒なんです、えー、今日は暑いから朝にしよう 今日は夏でも涼しいから木綿の一重にしようこういう感覚で全く問題ないいと思います、ねまあ、普段着の場合はね確かね。か自分の好きなように着ればいいかなと、はい、まあそれ見て寒くないのかねそう今日は太ものの日ですからね日、えー、普段の日普段,の福普段着の話ですからね、はい、ですから誰かに聞く聞かないんじゃなくて、うん、今自分が、まあ、今日の気温でと、はい、気温地域ですね天気 っていうのを見て、今日これだったら、す気持ちよく過ごせれるだろうと。いうものを選択すればいいのかな、というふうに思うんですけども。私は、多分それが、わからない。だから、分からせていただける着物屋さんで買った方がいい。そういうことですね。なので、あの、今日、雪が降りましたね。皆さんの地域でも雪が降りました。今日はここすごかったですね。 その時にですね、はい、じゃあ私今日一日着物でいようかなと思った時に、はい、じゃあ何着たらいいんだろうっていうまず迷いがね生じます。最初に来ちゃうんです、うん、まあそれは私があまりそんなに精通してないからっていうそれにさらにあと物がどれがいいのかっていうものがまだちゃんと分かってないっていうところがやっぱ実際あると思うんですね。そうするとやっぱりあの、何着 っていう電話が私から行くかもしれない、うん、っていう私はそれはありますねありますよね、はい、ですからね誰で誰でも初めは初心者なわけですはいはい誰でも初めはわかんないんです、はい、洋服はちっちゃな三歳ぐらいからこのぐらいの厚みだったら暖かいなのかな寒いなのかなうのそうですよねす勝手に分かってるんです勝手にも経験としてねはいでもそれは自分の中での経験でしかないわけですはいはい、はい、これは着物屋にも言えることですから、ね、はい。 や暑がりなのか寒がりなのかでも違ってくるから正解はないんですただしやっぱりある程度の指標はあります今言った「何度」とか「何度」これは一回やりましたよね「あずまやテレビジョン」でも気温による TPO というかその着物の選び方それはある程度の線で一応なんとなくありますあとは個人差で 暑がりな人もいるでしょうし、はい、寒がりな人もいるでしょうから、はい、まあそれに合わせてあじゃあちょっとこれじゃ私と私は暑いなと、うん、じゃあちょっともうちょい薄めのやつにしようかなってうあと上着をね着てみたらあとその自分の物差しでいうゼロっていう部分をちゃんと指標としてこう相談できるっていう場所があるっていうのはちょっと大事な,ものかな、うん、そうですね。ですからこう<と>特に太物をお買い上げになる場合は。はいはい もう値段でで選んじゃす太ものは経験でしかない、はい、その場所の地域性、はい、え今のね愛知県は30度になるとかね、えー、それはそこの場所で着ている人の意見を聞いて買うううのが一番なんですそういうことですすそいことよね、うん、だから着物屋さんが知らないならばその着物好きな人と知り合って聞いてみるとか。はいはい もう着物屋が知らないっていう時点で危ないいでで危んすけど <laughs> えええそうですね <laughs> そんなことあるんかなとか思っちゃいますけどね <laughs>、うん、まあそれでも聞き聞け一番聞きやすいことは「えー、てますかね、えー、<laughs> この木綿着たことありますか?」って聞くぐらいはできるじゃないですか「この木綿着たことありますか?すね」って言っそれ聞くのも結構勇気いると思うんだ、ね、けど <laughs> <れ>だって買うんだからさ 着心地はどうでしょうかと聞くのと一緒じゃないですか着心地はどうですかっていう着心地はどうですかって言った時にいや嘘をつく人少ないと思うんですね着たことがあるとかっていいですよとはいでそれはまあ聞いてみたらいかがでしょうかとはいそうですねだって僕でも聞いたことないやつありますからねはいはい これは来たことある。これは来たことがないけど。これは来たことがあるとすると、こっちとこっちの間ぐらいの厚みの生地だから。これとこれの間ぐらいでしょっていう答えはできる。まあ、そういう言い方もできるじゃないですか。だから、来てない人は全くわからんわけですよ。それすらも。そういうことですよね。それは非常に一つの指標になるかな。でも、その指標を受けて、あ、まあ、これな、これだったら来てるかなとか。はい。そうですね。っていう三段の一つに。 できるお店を探すっていうのはねやっぱ大きいのかなと思いますあそれが不可能であれば自分で着ていっぱいいっぺん着ちゃうとそうですね太物のもう一つの良さは五服と違ってかなりお値打ちなんですねやはり木綿だったらオーダーメイドで作っても2万円ぐらいからありますからこれだったらば洋服でも同じだと思うんですけど失敗はあるんですもまあ一人でね 基本作りますからね、うんはい、全く今時期、まあ。寒、来ても寒かったとか、いうふうなったとしても。うん、もずらせばいい。季節ずらせばいいだけです。から、ね、そうから損はない。だから、自分が好きなものを買えばいいと。はい。はい。はい、さあ、その辺でどうですか。はい。そうですね。ええー、さんって言ってますよ。えー、そうですね。恭子さんですね。リーさん、それなら、ウールのアンサンブルか、紬のアンサンブルですかね。って雪ってことを考えると、ウールね。と まあ今日何着ようかっていう話のお答え出しい<あ>だと思うんですけどもねそうですね、はい、まあウールのアンサンブルとかっていうのはあれですね、はい、で今日の話題の中には、はいえー、新しい素材の、はいえー、ポリエステルの話は出てきてませんねはいはい、はい、よしもあるしもあるポリエステルですねあの実は、えー、ポリは太ももではございませんので違うんですね その着物業界での考え方は、はい、絹に代替される素材としてもとまあよくシルクとか言いますけども、絹に似せたような雰囲気で作ってますので素材をじゃあ絹そっち系のものだと思ってもらった方がいいかもしれませんね。ってことでしょうかね。ですから元々はポリエステルの着物はこれは僕の持論ですよ。はいはい、なんか言うと相当怒られそうですけど、<laughs> ポリは。はい 普段着には向かないです。向かない。タイムかないと僕は思います。なんででしょうかうん。これは僕が今まで何千日と着てきた中で、はい、私の今持っている着物の中で、はい、ポリエステの着物は、はい、初めの方に買った一着のみです。一、まあ、着のみです着。着心地が悪いということ。もう一着しか僕は持ってないですよ。はい、ポリのものを。はい、まあ何かあるんでしょうね。 こ僕は初めね先見は持ってなかったからポリに逆に言うと東屋はポリもたくさん置いてあったから逆に今の木綿より多くポリの方がうちは置いてあったんですだから初めはポリエステルで作ったんですはい木綿を作ったんですはいだんだん着ていったわけまあいろんなものをね着ていきますよねそうそうね徐々に何かしらんけどねポリの頻度が減っていったわけだから僕の意見ですよはい 総合的に考えて、はい、あの素材はちょっと普段には向かないなと本当に普段ですよと僕は思ってます。はい、だから皆さんみたいに例えば週末に一回着る二、はい、回着るぐらいだったら、はい、もしかしたら別に全然ポリエステル中の,の素晴らしさもあると思うんですよ。機能的な部分で。はい、でも普段着のこの太物っていうエリアで考えてしまうと、はい、当然入ってこないものだと思います。はい な,な,なんででしょうかね、ポリの,のイメージが私もやっぱ、ね、絹寄りにありまして、はい、ちょっとした光沢があり、タれ感があるとか、はいはい、あと通気性が悪いとかっていうイメージがあるんですけどどうでしょうかね、これはね本当に毎日着ていないと分からない,というか、ね、ただね、洋服でじゃあね、はいえー、肌に当たるようなところで、はい、やっぱポリを、ね、ずっと着ている人って少ないと思うんですよね。毎日 毎日,毎日ポリないいと思いますね特にワイシャツとかでポリエッセルなんてほとんど面ですよね洋服,洋服はでも結構ポリありますけど上の方ですね,上の、まあ、上のね T シャツの上に着るものだったり肌にこう着物って当たる部分が多いからこういうとこでもポリはやっぱりね直接肌に合わない方がいいのかなと。 と,と、ね、まあ勝手な。えー、私は割とポリでも平気。ね、そうですね。この辺はもう皆さんいろいろとあると思うんですけど。千秋さんですね。はい、私は一年中は無理です。という方もいらっしゃいますね。またあとゆうかりさんですね。はい、ええー、お茶を習っている人はポリが必要になると言いますよね。と。 そうですよね。まあ、ちょっとお茶はまあお茶の席に切るっていうねうお茶の席にはね、木綿は切れないに <laughs> てけないですから切、ね、る <laughs> に準ずるポリを作るっていうのはあるかもしれませんねふ、えー、普段着という面ではちょっとポリは、はい、うん着てみないとわかりませんけどね、はい、まあ一応太ものの中には入りづらいかなとで、ね、で今朝まで行きましたよね、はい、朝は夏涼しいですよと一、はい、回試してくださいとはい でえー、とここで一応太ももの説明をは大体思わって、はい、そういう良さがあるよと、はい、太ももにはと。で、えー、実際的にじゃあ、えー、皆さんがね太も、まあなんとなく東まが熱く語ったからあいいんじゃないかなと、はい、どんなものがあるんだと今回これからはじゃあそのいろんな木綿を見せまして木綿とかを、はい、商品を見せまして。はいはい もしかしかて自分に好みがあるものが出てきたら僕は嬉しいなと思っていろんな商品をここ実は持ってきてますじゃあこれから木綿の種類ですか、はい、種類もあるしそうですね産地,産地別にもありますし柄とかもね新しい柄もありますので、はい、一回お見せしていこうかなと思いますはい、はい、でこの辺を待ってらっしゃった人が多いんじゃないかなと思うんですけど<や>、えー、まずはねじゃあ 自分の地元のものがないね何をやってるんですかはい。みかんもめはだって全然前回あなたが来ているじゃないですかこれはでもね、みかんもめでも僕が来てるやつは新開発のあの特殊なやつですかはい商品じゃないやつ来ていてどうするんですか売れないものでも誰かが言ってましたね自慢ですかみかん染めって言ってみかん染めはい。のみかん染めは先染めなので みかんめの白生地を,白生地を藤井絞りさんで竜巻絞りをしたものを着ていますだ木綿でも非常に柔らかくて変わり織りで光沢感があって、えーえーえー、切るって言われる人はいっぱいいます、えー、でも売り物にはほど遠いというそんなことないですよ藤井絞りさんで残っていれば残っていれば買えます白生地は買えませんけど、はい、<laughs> 高いです、えー そうであの太ももなのでじゃあ次レベルでお願いいたします。はいえー、いきます、はいえー、お隣ですね三重県松坂市松坂もめん有名ですね松坂もめんですねこれあの松坂もめんの、まあ、特徴特徴はですね、はい、これここにもっと前に出すかちょっと前にやきましょうかね、はい、まあどういう こういう印なんですけど、はいえー。特徴はですね。大体がですね。この。まあ。ええー。藍染めの糸を使っているかな。藍染めの糸。はい。本藍染めと。とても濃い。ですよね。はい。濃い紺が多いです。どっちかというと。はい。色もありますけどね。はい。が多くて。えー、生地は。割と分厚くて。はい はい、かなり厚地の方だと思います他の木綿、ね、と比べたよね、はい、でしっかりしてるこれあのうちにですね、はい、座布団があるんですけどはい松坂木綿のそういう資材にもなってるかもしれませんね20年ぐらい前にうちのおかんが買ってきたものなんですが、はい、まだまだ,まだ使ってますね色、はい、色がちょっと薄く水色に だだんだんこう色が抜けてきますこれは日本人の、ね、こジャパンブルーといってね愛、はい、っていうのは、はい、昔から日本が考えられたものただし最近はちょっと敬遠されてるところもありますね色が出るからっい、はい、一緒に洗えいない,はい、はい、その代わり藍染めの良さはやはり、えー、その独特のこのあ濃い青、はい、それから、えー、洗えば洗うほど色が冴えてくる。はいはい で、木綿も,もうちょっとこう説明するとこれ島柄のオーソドックスなものが多いですね。雑っていう、はい、そういう感覚のものが多い。でもこういうものは、えー、逆に言うとずっと昔から変わらないので、はいえー、太ももらしい太もの、はい、も綿らしい木綿というか、はい、間違いないなです、ね、まず一着を持っとって「はい、老若男女。もう書いてください。老若男女」。 の方にって言ってください。楽しめれます。わかりますか。仕事どかったですね。楽しめる。まあ一枚あってもおかしくない。その代わりちょっとこう白い帯とかすると色がついちゃうかもしれない。でもそれはもうこういうものが持っているものだから、ぜひ文句を言わずに、それだけ糸に手間がかかってますからね、染めに。自然染ですか。染料ですから。それはあの逆にプラスの方に見てもらって。 来ていただけると嬉しいと思います、はい、風合いがね<か>はいそのうちずっと続くということ、ねうん、あ、非常に丈夫ですよはいはい。これはあのうちのお客さんでもお好きな方はいます毎年1着ずつ買われる人がいるぐらいですからはい不安も多いですはいで次行きましょうか、えー、続いてはですねじゃあえっとあそうですねこれもお隣のこれはずめはお得意のはい演習も面演習も面ですねですね 本当に演習で折ってるかどうかは定かではない。<laughs> えっと <laughs> 微妙なことを言いますね。<laughs> えっと<今>演習模面ですね。はいはい、演習模面ですね。はい、えっとこちらのまあ特徴これかなり最近、えー、出回るようになりました。でもよく聞きますよね。はい、演習模面。モメンね、これうちはかなり前から扱ってるんですけど、はい、なんかここのところに来てまあいろんなあのインターネット上でもよく見見るようになりました。はい。 めんつむぎって言ってね、はい、売ってますけども、えー、何よりもこれの特徴、はい、安い安い <laughs> いい響きですねで、はいえー、あとはですねちょっと薄地なんです、はい、これは物が悪いからだけではなくってそういうちょっと柔らかめにまあだから夏でもまあ真夏は無理かもしれませんけど、はい、かなりこう愛の時期に、はい、ちょうどいい風合いになってます、はい 先ほどのカ若木綿だとちょっとね暑くなってくると思います3月後半ぐらいになって4月ぐらいになってくるとあそんなに分厚いんですねそうでこれだと、えー、その辺から切れるその辺りから、えー、一とできて気持ちがいい柔らかさを持っています、はい、えただしやはりその分少し打ち込みも甘いもんですから、はい、少し弱いかなと、はい、他のの木綿と比べると。はい その代わりそれを有り余ってお値打ちなんですちなみにこれ東屋だとオーダーメイド仕立て価格1万5800円仕立て上がりで1万5000円はいオーダーメイドでね安いですだからもう洋服感覚でしかも100種類ぐらいは選べますね柄があねその辺は良さがありますねこれ円周もめこれは初心者の方にまずおすすめしていますね私がはい 演習木綿ね。それから、まあ産地のことあんまり言わなくてもいいんだけど、産地で言った方がわかりやすいからね。はい。続いて。誰か、カリグラスんなんか行ってらっしゃいますか。かおりんこグラスさんです。ね、はい、え、演習木綿、え、和裁教室の教材で使わせていただいてます,す、ね。そうですね。ね、やはりそういうのにも、ぴったりですよね、うん、演習木綿ね。これはまたポップな柄ですね。これはもう、ね。 今で言うともう着物業界の中では大御所ですねあの産地としては片貝もめねねの、えー、新潟です、ね、これは「片貝」っていうのはその遠州と同じような地,、うん、地方名地方名なんですねえちご片貝と書いてありますよねはいあの産地のはいあの名前ですけどもまあ片貝といえば皆さんが有名なのは日本一 大きな花火が。はい。四尺玉が。上がる。花火大会。花火がある。はい。まあ、おじやの隣なんですけど、だからおじやのマークがついてるんですけど。はい。あの、片貝。で、おられています。はい。これは。うちの母を絶賛しておりますね。この片貝もね。片貝も。厚すぎず。はい。うす、薄すぎず。うすぎず。うん、なんか黄金比率のような。厚みがある。もう、なんか。 木綿の王道というか着物地としては非常にちょうどよろしいちょうどいいと着れる季節としてはどれぐらいなんでしょううんずっとずっとあ真夏はダメですよ真夏はダメかな真夏はダメ真夏以外はほとんどほオールマイティあとは中とか外の上着とかレッカーで調節するこの肩替え木綿も非常にまあバランスのいいものでしょうねはいで。 えっと、糸のまあなんていうんですかねこのつちょっとこう横にスラブ糸っていってですね、はい、紡ぎっぽい糸が入っているのではい、はい、なんて言ったのかなこうのっぺら棒じゃないっていうか、はい、こうちょっとガサガサしてますね。凹凸があるかおかげで肌の着心地がよろしい、はい、もう片側面はやっぱりうちでも定番で。 かなり、えー、売れております。はい、やはり、えー、うちの母がね、はい、10年ぐらいは来てます。片貝<階>。1>, 1個作ると。あ、1個で。そのぐらいやはり丈夫だし。丈夫で。ね、うちの母が来てるんだから、あなたはよくわかるでしょ。えー、ほぼ毎日来ます、ね。<laughs> はい。ですからうちの母も絶賛する。やっぱりこれは黄金比率なんじゃないかなと。はい,はい。はい。でこれはえっ、ー、と今ねすごいやっぱ元気があるから、はい。こう今年の新作なんですけどこれも、はい。 まいっぱいありますよ今チェックが流行りみたいですねの赤のチェックですねこれ可愛いですねかわいですよねもうかなりポップなものを作ってきましたね、はい、ここの青いのもそうなんです、はい、これねちょっと大きい、はい、格子とか、えー、どっちかというとこの片貝木綿のこの個人さんの模綿はえー王道なものも当然ありますけどすごいたくさんの種類がある あるのにもだからこうまあ毎年楽しめるんじゃないかなという、はい、いろんな柄があってチェックまあチェック島がまが、あ、木綿は、えー、製法上多いのはしょうがないんで、はい、ただここは色がい,いろいろあるよと、はい、だからいいんじゃないかな 1>、はい、で1つだけちょっと私がこれ扱いづらいところがあってこれはもう着物業界の 中のことですけど、みんなに言っちゃいますけどね。えー、テレビジョンでは、はい、もう値段がね、相当崩れている気がします。もういろんなお店で、はい、いろんな値段で売っていると思います。もうピン、もう上もあれば下もあるってこというか、はい。で、まあもちろんね、あの自由競争なので、はい、あの言わないですけども、ね、はいはい、ただやはり、うん、本当に。 価値以下で売っていらっしゃるところもあって、はいはい。そんなんで売ってたら誰もハッピーにはなくなるので、うん、はい、えー。この先やっぱりこういう普段産銀の不安の方たちは、はい。もう自分の中で決めた適正価格でいいので、はいはい。ある程度のところで買ってください。そうですね。産地ごとなくなってしまうっていう恐れも出てきました、ねうん、この間の実はここの社長と喋ったんですけど、うん、はい。私は2月直接ね、はい。 まあ見,見に行った時に喋ったんですけどはい、はい、非常に嘆いておられましたやはり、はい、そうですね作っても作っても皆さんが安く買えば当然得した気分は当然ね一般ピープルあるんですけど、ねはいはい、一部のそういう企業がいるかおかげで、はい、やはりものづくりの現場は切迫しちゃうんですね,そうですねだってそこでいっぱい買えばそこの業者はもっと強気にこういうところを叩いてくるから,から、ね、そんなバカなことはないんですよ、ね 洋服と違ってそうたくさん売れるものじゃないんでだからなるべく地域のちゃんとしたところで買っていただきたいなとそうするとねみんながまた新しいものが出てきたちゃんと新作を新作としてうちみたいに世に出せるということですね適正価格というものはねいんなものでもございますのでだから有名になるとどうしてもこういうのは自由競争なで出てくるんですけど あの、まあやっぱり、や、よろしいかという。とね、また、一番初めに言ったメリットの部分の方が大きいもんですから。はい、ぜひとも、これは、あの、そういうふうに言って。ちょっと長くね、末長く、楽しめるものですから。ね、はい。なんか言いにくかったな。<laughs> ほやそうだ。えっ、ー、と、今、片貝もんも行きました。はい、片貝も、ね。片貝もね、まだ、もっとね、やっぱり、こういうものもやってるんですよ。こんじいさんね。これね。うん、これ。 行こうか。お、はい、ジーパンジーン。そうですね。うん、あのパッと見でわかりましたかディレクターさん。はい、これ。あやおりと書いてあります。はい、これいわゆるあやおりイコール、この。はデニムですね。すねはい、デニム織ですね。で、普通のデニム着物ってね。はい、着物業界に今たくさん出てますけども。はいえー、ほとんどの。そういう業界の方の売ってるものは。 広幅、いわゆる本当のジーパンにするための生地の幅こっちかこのぐらいの幅1 0 0ンチぐらいある幅広いをうまいこと裁断して使っているのに対して金陣さんは小幅着物の規格の幅であやおりを出してきてまたそのもう一つの特徴はやはり着物を知っているとこが作った木綿なもんですからい デニムっていうのはズボンにするための素材として売られてるわけだからまあそれが悪いとは言いませんけども硬いですよね、はい、あの糸が、はい、こちらは厚みがあるのに柔らかいこれデニムなのにこんなに柔らかいんだよあすごいですねシャツぐらい,らいこの厚みがあってこの柔らかさはないでしょすすごいですねだから この金、ね、人さんのこのあやおりの木綿は、えー、私は非常に着物に向きますよと、はい、であのお客様にもこれはおすすめしております、ね、イメージでしょうかねジーパン柄で縛ってみると、はい、もう硬いなって思っちゃう,そうです、ね、感じはありますけども僕も10年ぐらい前からデニムのね、はい、あの着物をき自分で作ってきましたけど、ね、洋服資材をやはりなかなかねいいものに出会いませんちょっと 着物ではちょっと着きづらいかな、ね、っていう感じですね。でうちでデニムを扱うのはもうのばかまと決めてます。うん、はい。やはりズボンの素材なのでズボンにした方が合いますね。はい、ここまで細い薄いといいです、ねうん、薄いんじゃないですか。これは柔らかい柔らかいっていうんですか。うん、いいですね。はい。これは着物に向くと思います。あ今かなぎさんがねね。まあ出てこない。 えー、みみんさんですね、えー「着物ファンなら自分が買う値段のために折本さんに泣いてもらっていいと思わないと思いますよ」と「適正価格大事と」と、はいえー「神奈ぎ子さんですねこのデニム着物すごい好きと」ととっても着やすいしちょっと自慢できるあ持ってらっしゃいますね、はい、ありがとうございますいいですねこれ,、はい、これね今のはデニムソーロードだったけど色がこんなのもあるんですよその同じ折りで同じ折りで普通の縞、うんえー、柄とか柄 はい、もうございますこれでグラデーションみたいになってて、はい、これも素敵ですよねだからこの肩会のの金ジさんの木綿は本当たくさん選べますのでね、あのー、一つの、あのー、皆さん覚えておくといいかもしれませんね、はい、えそして次次行こうかどんどんいかないとやばいぞ時間がないぞないぞ、えー、間に合うとは思ってます、ね。時間がないぞ、ね、大丈夫です 誰も間に合うと思ってないです。ないな帯もいっぱい持ってきたのにえはいこちらはい次行きましょう。州右州麺ぎ、これも有名です。こちらはあちらの東北の方でおられている木麺ですけどもこれはねこれはもううちのお客さんでも相当定番中の定番というかえ長い。 間やはり楽しめられていて、はいはい、島の細さが変わ、実は微妙に変えてあって、そうですね。はい。ちょっとグラデ色粉になってますね。はい。これもね、実はこの木綿もかなり、えー、微妙な色違いがいっぱい出てるんです。はい。<laughs> もうちょっと変えてほしいと思うんですけど。<laughs> でもこれは、えー、先ほどの片貝木綿と似たような風合いです。はい、えー。かなり、えー、お面の王道をつ捉えている。はい。 こちらもうちのお客さん様着てみると、すごく着やすいよと。これはいいですね。かっこいいですね。はい、ちょっと今、もわれが出てしまってますけど、皆さん。でも、もわれのね、感じが微妙に違って、その。あ、わかりやすいですね。<laughs> こう四色、汚四、四 <laughs>、四段に、ね。四段もわれが変わってます。四 <laughs> 段もわれが変わってます。これがあの、実は肉眼で見ると、細い島が変えてあるんですね。四つ。これも非常に、えー、人気があります。卵、はい、島とか言ったり。 はい、メイン100これ長さがねちゃんと1 3 5メートルを確定されてますから、はい、これはもう非常にあの横も幅もですね、はい、0 5分ぐらいあって、はい、男女兼用で、はいえー、今の規格でおられているんじゃないかなと、はい、その辺もこれポイントですからね、はい、背の高い人男子女子、はいえー、こういう規格のものをこれから買ってた方はいいですよはい。 これははもう洗わないいお店からは買ってはいけませんよ。はい、<laughs> 水通<資>しす、ね、そう水をすると多いところで 8%, 8、はい、少ないところでも4%ぐらいは縮みますから。はいはい でですすかかから縮ませてて仕立てないとダメですからねこういうとこに「湯通し済み」と書いてあっても絶対騙されちゃダメです大体湯通しをするものではなくえて木綿は水通しをするものなのではい、はいはい、湯通し済みのものは大体伸ばして出てきちゃってますから絶対に水通しをしてください、はい、でこの「うしうメンツミこれいろんな色が種類があって、はい、これも非常にいいですでリーズナブルですオーダーしたて付きで2万8,000円 まあかなりいいですねはい上部ですこれディレクターさん好きでしょ好きですねこれいいですありがとうございますはいいただきます違いますえっとはい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 次いくよちょっとちょっとちょっとやばいえ急いでください仲間はいクルメガスリこれが王道あっクルメガスリうのクルメガスリうわさのクルメ値段が見えちゃう売る噂のクルメガスリこれはね あのもう今までのものが機械織りだったんですね全部。はいはい、に対して久留米でも全部が全部じゃないですよこ,うここに持ってきたものはわざと一番まあ一番というか久留米でもまあまあいい方っていうかはい、はい、手織りだから「伝統工芸品」というマークがついてますね。縦糸糸と横糸にかすり糸を使ってますはいね。 ディレクターさんもわ分かりますよねかすり糸っていうのは糸の状態で模様がつけて、ねはい。はい、だから裏表が同じであるよとこれは、えー、何がいいところがあるかっていうと、はい、あ当然手織りですから、えー、厚地なのに柔らかいですね、はい、手の打ち込みが、はい、柔らかいそれからかすりが非常に、えー、細かくって、はい、優しい不具いを出してくるまあ 何気ないこの白のぼかしが出たりとか、はい、これはもうかすりならではですからプリントでは、えー、ぜ一切出せない、はいえー、手の良さです久留米に始まり久留米に終わるっていう人もいるぐらいのはい,、はい、いずれ、えー、欲しいお面です、ねはい、ただこれはねその代わりちょっとね僕からするとまあお値段もそうですし、はいえー、どちらかと,いうと年配の方向きっていう柄が多いんでしょうかねちょっとこう昔 そうですね。中にはもんぺみたいな感じだなって言われ,言われますんで、はい、まあこれが着れるようになったらでもねあの一しの普段着着物着モネストって感じキモネストで着 <laughs> モネストですか普段キ着ネストみたいなこれが似合うようになったら一丁一丁前みたいな正しい言葉ができましたよ皆さん着、はいはい、モネスト、はい、えっと「くるめがすり」これは絶対覚えておいてください絶対にくるめがすりは、えー さん、ちょっと今日ね帯も見たいいけないないけるか、もう30分になっちゃったねじゃあはしょってはしょって皆さん今はしょりましたはしょって木綿は終わりウールシルクウールこれは私これは誰が持ってるのとちょっと違うけどちょっとがほぼ一緒ですけどこれはね三喝さん東京三喝さんのはい シルクウールという着物が出てきましたね。はいはい、シルクウールの良さは、まあ見る感じでもちょっと光沢感が出るんですね。はい、縦糸絹でしたかね、確かね。横糸がウールでしたかね。そうですね。縦糸が絹百パーセント、はい、横糸がウール。ールで、しかも変わり折りでやってあるですね。この柄のとこだけがね、はいえー。あなたがもうズバリ着てますからこれ。そうですね。どうですか。高いですね。 暖かいのに柔らかい柔らかいですねしかも生地が薄いというか柔らかいそうなんですよ今までのもめよりごつくなくてまあなおかつ光沢感もありつつ暖かい一重で作れるとシルクール絹の良さとウールの良さを両立しているとまあでもこれは洗えないですよこれはお家では洗えないですね変わり折りがあってこれ洗うとちょっと縮みますねでもそれがまたこの風合いを出してるんですねチリめんという ですからこれはおふそものでありながらまあハイブリッドな感じで新しいこういうものも出てるので、はい、いきなりモメは怖いなとか、ね、いきなり太も物は嫌だなさすがにと、はい、いう人は一個ちょっと落としてみてきから、はい、まあ挑戦するのはちょうど間間ですねでしょうかね,ねちょうど間ですから、はい、これはいいかなと思います、はい、これはもうディレクターさんお墨付きでございます、はい、もうだいぶきたよね。えー そうですね。冬場、寒くなってきてからはずっと着てますね。そうですね。もう十回ぐらいは着たかな、えー。裏返す。これしかないっていう噂もあるんですけどね <laughs>。まあ十回は着てます、ねえー。そうですね。はい。<laughs> なんともなってませんね。なんともなっておと。はい。非常にいいです。よね、はい、で、これ今男っぽいの見せましたけど、うん、それの女っぽいのもあります。あら、これはまたモダンです、ね。はい。こういう新しい感覚のシルクウールが。 ええー、さんかさんから出ておりますので、はいえー、これ羽織にしてもいいですね、こういう柄はね。はい、だから、木綿の上の羽織を、ちょっとこういうシルクウールみたいな、はい、いい羽織にすると。はい、ええー、まあ、気分の時にも着れますし、はい、ウールの時にも、木、え、綿、ー、の時にも羽織れる。羽織になるんじゃないかな、はい。これちょっと幅広ですか。幅広です。これも完璧に幅広です。これはお宅の雪が出ますからね。はい。え二、ー、百まで雪ができます。まああ、そうですね。だ、はい、から、百八十センチのぐらいの女性でも。もう大丈夫。 ね、八十センチぐらいの女性。相当ですけどね。なかなか。二尺でね、そうですね。は二尺まで取れます。はい、取れます。はい、次行きましょう。はい。はい、あ、これは言っとかないとね。はい、はい、はい。はい、ピッチでお送りしております。喉が痛い。え、これはですね。泡しじら。これは行かなきゃ、泡しじらいいですね。ちょっと皺なっちゃってますけど。ええ、しじらおり。 これちょっと薄あの向こうが透けるぐらいね。そうですね。<い>透けはしない。そんなにつけないんですけど、まあ、透けることは透けます。これはですね。<laughs> えー、いわゆる夏。はい。はい、真夏も切れちゃいますね。はっきり。ええ、だから五月ぐらいから。五月ぐらいから。十月ぐらいまで。十月ぐらいまでいける。いける。まあ、初心者向けの。木綿の。木綿なんですね。はい、綿百パーセントです。はい、これはもう去年。 一昨年あたり爆発的に売れましたね。はい、これはあのサッカー地って言えばわかりますか？ちょっとボコボコしてるっていうんですか？あの昔の寝巻きこういうサッカー地が多かったと思うんですけども、すっごく気持ちがいいです。ボコボコしてるから、はい、接地面が少ないですね、はいはい。で、これ良さは多少アイロンかけてもこのボコボコは消えないんです。はい、これは縦糸とのよりと えー、太さ糸の太さで、はいえー、折り替えてやるんでもともとこのような風合いで折ってるんで、はい、もう風合いいが変わらないんですねあそうなんですかこれはねもうこのシジラ折りをこう洗っても変わらない変わんないシジラ折りをねこれね開発した人はね、はい、神様じゃなかろうかとううアイロンかけても洗わないまあベッタベタにアイロンかけると伸びますよ <laughs> ベッタベタにそうでしょうね、うん そうなん、軽くプレスしたぐらいじゃ消えません。あ、そうなんですか。すごいですね。素晴らしいです。このシジラ折りはまた安いしね。はい。まあさっきの円周模面のがちょっと愛とかちょっと冬系としたら、はい。こっちは夏のええ入り口としては最高の。まず一枚は持たないと。持ってほしい。はい。という一品ですね。はい。あわシジラ折りです。ただあわシジラもですね、ええ合図目のものが多いのでお気をつけください。はい。合図目じゃないものは もありますので、はい、のそういうものだったら色は出ませんのでねア、はい、わしじら織りですさあえー、っと <laughs> 朝朝やりません朝ですね朝いきましょう朝朝これちょっと一円にしましょうか、はい、透けますから、はい、ここ向こうはあ透け,に透けるのは見にくいですね透けてるんですけどね朝朝です、ね 上手だったらわかる。もう透けてるのはわかりますよ。わかりますね。はい。朝はやっぱりおじやですね。お地や。一番有名なところで言うと、おじや知事み、それからえっと大見知事み。大見知事。大見っていうのは滋賀県ですね。はい。その二つがまあ普段着の太物の中では、はい。まあ伝統工芸品はちょっと今日は割愛して、はい。ええ普段着着物としてはこの二つが有名です。はい。ええ当然。お地やっていうのはメンも朝もあるんですか？ おじやは面も朝もありますね。面朝もありますね。面と朝の棍棒もあります。え、これもね、ぜひとも皆さんね。浴衣からちょっと脱却して。夏着物が欲しいな。普段着でと。思ったら。今なら。まだ値上がり中ですけども。まだ安く買えると思います。あ、そうですか。はい。私欲しいですね。うん。朝が欲しいです。今なら。え。じゃ、あこれ。 これはダメですね。これは柿渋のいいやつですから。<laughs> <laughs> これ僕です。ね、僕は僕、僕です。ダメって言われました、ね。ダですね。はい。えー、じゃあ、最後ね。はい。せっかく皆さんが、こう、番外編でもちょっとやりますから、はい。え本編ではもう終わりますけど、はい。え帯ね。はい。これは新作の、片貝木綿の母方帯が。はい。片貝木綿の。あれ、おしゃれな母方帯作ってきた。太ものでね。 はい、これあれですよ。まだポップですね。ポップでしょう。片染めで。これ木綿の半幅帯なんですよ。また裏も違うんですか?。裏の色がこう。で裏がまたね、紬よりっぽい木綿を使ってて。いい色ですね。いいでしょはい。これ。木綿の半幅帯が。柄がいろいろあるんですよ。 これまた大きくした感じですか？型、はい、染めになってます。こっちの方が柔らかい印象を受けます、ね。そうですね。やはりあのー、皆さん、これは気をつけてほしいのは、木綿とかやっぱ太物にですね、金気が光るような素材の帯は合わせないでほしいですね。せっかくあのカジュアルな雰囲気を出しているのに、はい、いわゆるバックル、ベルトのバックルがキラキラ光ってるのと一緒で、はい、ジーパンテ T シャツにそういうの合わないじゃないですか。えーはい そういうのと同じような感覚で、帯もちょっとこうシックな感じで見ていただけるといいかなと思うんですよ。こういう、これなんかもすごくいいんじゃないですか,かこ<れ>辛草模様。これはまたかっこいい感じですね。藍染めのものとか、感じに合うと思いますよ、はいはい、非常に。これ片替の、お面の半幅帯ですね。いいすねこれいい,いいと思います。で、あと男。 男,男の人ずっと無視してきましたけどももう無視されりしていっぱい持ってきて無理今日は無理だねなんかいっぱいありますねはいあっ、はい、出ましたね三田んですねこれね前も紹介しましたちょっと触ってみてくださいい,い,これい,いですあ、ね、っや柔らかいですねファブリックで作ってますね麺のねこれじゃあそこで見ないでください<え>お客さんに見えませんのでこれ麺なんですかこれ麺です麺100%でこうふかふかですふかふかですね こういう男もの帯。はい。ええー、から。さんかさんの,の。はい。チェックというか、いきます。こう一松いうよりも一抹<松>。一<松>チェッカーフラッグみたいな。チェックですよね。もうここまで。はい、チェッカーフラッグですね。一抹とは呼べない感じがしますけども、はい。はい、こういう、う、面白い。帯も。ございます。はい。さあ、こんな感じですね。はい。 全部いけませんでしたけども <laughs>、えー、全くって予定通りです、うん、ですもやっぱりね皆さんあのさっきの前半でね喋ってるばかりじゃやっぱり木綿の着物が今どんなものが売ってるかとかね <はい S 1> これはディレクターさんも同じ思いだと思うんですけどいや実際のものを見てあのこうあそう言いってもなんていうのポリエステルの着物みたいな花とかね <はい S 1> 古文柄とかははい 木綿着物ではなかなかできないんです。はい、でも最近はこの間ね、2月の段階で、はい、えー。ルミロックさんとこはい、はい、行ってきました。はい。で新作見てきましたけど、はい。演習木綿とかにレミさんの型染めをピアッとやろうかな。じゃ下物がも下物が出てきてますので、ああ楽しみです、ね。やっぱりユーザーもそろそろチェックとか島も飽きてきた。はい そうですじゃあ無地のお地に染め、えー、をするといちゃうとやはりポリエッセル打倒ポリエッセルじゃないですけども、はいえー、かわいい柄もこれから出てくると思いますので、はい、ぜひとも木綿の着物ウールの着物麻の着物、はいえー、今シーズン、はいえー、チェックしていただいて、はい、2>, 2月10日は太ものの日と、はいえー、明日たねあさってですねあさってには、えー、皆さんね、えー、お家でまあ 外には出れなかったらお家で来てもらってもいいし、えー、みんなでね太もものの良さをね伝えていってほしいと思いますえー、ね子こだまさんがね,ねぜひとも皆さんみんなで作ったみんなの、ね、ためのって言ってますから、はいえー、この太ものの日がずっと将来続いていくように、えー、皆さんで応援していただけると嬉しいと思いますえー、それではですね、えー、今日の放送は、えー、この辺で終わりたいと思います。えー、太ももの,の日ぜひとも皆さん はい楽しんでください。はい来週は来週はなんと来週は決まってます。単語からゲスト放送でございます。楽しみですね。あんた先に行っちゃって僕が言うわに行っちゃダメじゃないか。なんでディレクターが言うの。いやいやいや来週は単語から柴田織物さんをゲストで迎えて待ってました。皆さん待ってました。待ってました。ジョジョの奇妙な大冒険ということで。 えー、お見えになりますので、はいえー、皆さんぜひとも来週は、えー、お楽しみにしてください、えー、それではまた来週、はいま、来週太ものの日は太ものを着よう